どうもです。今週の月曜動画、先週お送りした動画1本目は真面目に本当の話をしようとしたのに、ちょっと下のね娘が乱入してきてしまって、非常にお見苦しいお口の中がね動画になってしまったっていうのが1本目でございました。で、視聴者の方からは当たり前なんですけど、ちょっと娘の口が気になってしまって、私がお話した内容ほとんど頭に入りませんでしたっていうコメントがあったんですが、もうね編集してる時点でそんな気がしました。うずさん自身が娘の口にね気を取られてしまいまして、まあそういうことです。で、2本目の動画はうずさんの YouTube をちょっと写真だけで表現しましょうみたいなことを勝手にやりまして、勝手にアップしました。まあ、こちらに対してはね反響というよりはね、まあガジェットいっぱい持ってますねっていう当たり前のコメントをいただいたりとか、そんな感じになりました。で、実際短い動画になって、なんかうずさんのね好きなものを表すようなスライドショーになってたので、そのまま YouTube のチャンネル紹介の動画にくっつけさせてもらいました。たまにねこういった動画はやってもいいかなと思いました。いつもね喋ってばっかしの動画ですからね。で、3つ目の動画はうずさんが大好きな漫画7つの大罪、それに関してのお話をちょっとさせていただきました。本当にね好きな作家さんの漫画なので、皆さんにお勧めしたくてちょっと共有する目的で動画をアップしました。たまに漫画とかね小説の紹介も勝手にやらせてもらってるんですけどね、作者の方にはなんかちょっとやめてくれよって言われちゃうかもしれないけど、それとあとうずさんの大好きな FPS 系のゲームでファークライ4絶賛発売中なので、ちょっと軽く触れさせていただきました。あと4つ目が、うずさんブログもちょっとね不定期なんですけど書き綴ってますので、ブログをちょっと見てくださいっていう案内と、あとはツイッターのフォロー、これちょっと定期的にお願いしてるんですけど、ツイッターってねほら皆さんとこういろいろ情報共有したりとか、あの動画のアップロードがあると自動でねこうお伝えすることができるので、ちょっとツイッターのフォロワーを増やそうかと思ってお願いしています。で、続けて5つ目の動画、これはちょっとね他の YouTube 上げてる方からのちょっと情報で知ったんですけど、 LINE がねそのビジネスとかあとお店用なんかですね、新しい LINE アットっていうサービスを始めていたので、これをちょっとね使わせてもらおうと思いまして、ちょっと紹介させていただきました。で、ついでにうずさんもちょっとこの LINE アットは Twitter と同じようにちょっと広く活用していきたいので、特に YouTube 専用として使おうと思ってますので、もし気になる方がいたらこの LINE アット、うずさんこの動画の中にあの ID の方もしっかり載せてますので、その ID からの登録していただけると嬉しく思います。はい、で今週のフリートークで、今週もちょっとね YouTube に関しての話なんですけど、約2年間ですね続けてきまして、まあ、モチベーション落ちるどころかさらに上げ上げで YouTube やってるんですけど、そんなによく続くねっていうことをねちょっと言われたりするんですよ、身近な人とか。まあ、これは純粋に楽しいから続いてます。本当にね仕事もそんな楽な仕事じゃないんですよ、うずさん。でもまあ仕事で疲れ切って帰ってきて、ご飯食べて風呂入ってさあ YouTube やるぞって、そんな気にさせてくれる趣味なので、これはちょっと続けたいと思ってます。で、それと同じようにネタがそんな続くのって、普通そんなネタないでしょ、動画で何話してんのみたいなことも言われるんですけど、まあ、うずさんの場合は、まあ、こういったね、ガジェット系が昔から好きなので、こういったものの紹介とか使ってる感想とかあげるだけの動画だったり、あとはおしゃべりがもともと好きだから IT 系のニュースとか見てね気になったことをこう動画で皆様に共有してご意見を伺ったりとか、そういうことをやってるだけでもネタはもうほぼ尽きないです。うん、このやり方は尽きない、ネタが。それなのでうずさん自身のやる気がなくならない限りは YouTube ずっと続けられるかなと思っております。あとはね、今後その YouTube の活動とかでねずっと同じようにやっていくのかっていうと、まあここはわからないところがありまして、まあ仕事絡みでの話だったりとか、視聴する方がやっぱり増えれば増えるだけいろいろなところにね影響がいってしまうので、うずさんの仕事とか、あとはまあ YouTube 見てくださってる方自分自身に、かなり環境も変わってくることになり得るので、その辺は徐々にちょっと調整しながらいろんなことチャレンジしていきたいと思ってます。まあ、それなんでね、よくあるじゃないですか、こうなんか漫画とかこういろいろゲームとかずっとシリーズ重ねていくとちょっとなんか昔と違うよねってみたいになるじゃないですか。うずさん自身もねよくわからないんですけど、もしかしたらねうずさんの動画もそういう風になっちゃったりするのかなって思ったりは多少しますね。最初の頃、今とかねこんな緩くやってますけど、なんか今のうずさんの動画前と違くないとか、まあありえます、ありえますよ実際。まあね、こうインターネットのサービスを利用した趣味なので、まあネットの流れが早いように、皆様へのこういうお話の仕方とか YouTube チャンネルの構成とかはまあ時代の流れに沿ってちょっと変わっていきたいと思っております。ということで今後もうずの YouTube、ご視聴の方よろしくお願いいたします。では次の月曜動画で、バイバイ。